はい、たけしです。ギグスギアナビで5月号で紹介させていただいた商品の中でまた動画を撮りたいと思います。今回はですね、見せます、オルラスオーディオさんのレッド、このルックス。これね、次世代ハイゲインディストーションっていうらしいです。これがねすごいんで、ちょっと今これミュートした段階でノイズが減るっていうのがもうすでに現れてると思うんですけど、一回このクリーンの音を出しますね。実際このぐらいのクリーンにこいつはポチッとするとどのぐらい歪むかっていうのを今ちょっとこの目の前で入ったー、すごい。もうね、このぐらい歪まないとハイゲインを歌っちゃいけないんじゃないかってぐらいすごいです、これ。すごい歪みます。でも実際はこのなんかあのテクスチャーっていうこの切り替えスイッチがあって、これでなんか中のクリッピングのダイオードを変えてるらしいんですけど、そうするとまたあの若干違ったニュアンスが、歪むは歪むんですけど、ちょっとこっちを変えるとちょっと原因を下げてあげたりすると、音も出せる。で、すごくあの EQ の効きがめちゃくちゃいいんで、あの本当に音作りの幅はすごいです。だから一回またこの歪んでるモードに戻して、このミッドをどんどんカットしていったりすると、ものすごいスラッシーな感じとかもすごく出ます。まあなんかこういうそういう歪みが深い音楽だけじゃなくて、曲中でこういう味付け的にすごい歪んだところが欲しいとかっていう時に、この EQ の聞きの良さと歪み方がすごくあるので、すごく実は使い方によってはオールマイティに使えるかもしれない、だけどすごく歪むっていうこの男らしいペダルでした。ということで、オルラスオーディオのレッド紹介させていただきました。